ポンポンとポンさん、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。ポンさん、今日は卑劣なヤクザについてお話ししてくれるみたいですか。よろしくお願いします。はい、5代目山口当時のこれは A さんということにします。はい、その A さんの話をしたいと思います。はい、お願いします。 A さんはね、岡山県に本部がある三次団体の人だったんですよ。はい、はっきり言ってね、はい、人間のクズなんですよ。人間のクズ。はい、はい、自分もいろんなクズ人間見てきましたけどね、はい、トップクラスのクズっぷりですね、この人は。トップクラスのクズっぷりですか。はい、そのクズの話をちょっとしたいと思います。はい、お願いします。 A はね、中学の時まで、はい、福岡で生活してたんですよ。はい、で中1が中2の時に、はい、東京に来たんですよ。はい、自分はね、 A とは直接じゃないんですけど、 A の中学の先輩が自分の知り合いの知り合い、はい、この人はいい人だったんですけどね、はい、この人にこの A の話はいろいろ聞いたんですよ。はい、まあ、A の姿も1回2回見たことあるんですけどね、はい、まあクズなんですよ。はい、 A は中学2年の時にね、学校の先生をレイプしたんですよ。ね、相談があるって言ってね。はい、それ学校でか、その先生の家なんかどこなんか、自分の家なんかちょっとわかんないんですけど、はい、レイプしてるんですよ。はい、それを先生はね、誰にも言わなかったんですよ。はい、だから、あ、こういうのって言えへんねやんって A が思い込むんですよ。はい、人に言わないもんやなと。はい、だから、あ、これは楽しいなと。はい、次は友達、はい、不良仲間ね、はい、A もものすごく不良だったらしいんですよ。はい、でその不良仲間の彼女、はい、そいつのことでちょっと話があると、その友達のことでね、はい、家に呼んで、はい、家でレイプしてるんですよ。はい、で、〇〇には言うなよと、はい、言ったらお前別れやな、ダメになるぞっていうようなことを言ってね、はい、口止めするんですよ。はい、そしてまた言わないんですよ。はい、あ、これは面白いなって今度なるんですよ。はい、で、暴力性もものすごく持ってて、はい、誰か友達が裏切るなとしたらもうバッチバチに行くんですよ。はい、もうこれでもかっちょぐらい中学生とは思えないぐらい焼き掘り込むらしいんですよ。はい、でもみんな A のことはちょっと怖がってた感じらしいです、学校でもね。なるほど、むちゃくちゃするから、はい、先輩にもナイフ突きつけたりとか、はい、そんな感じでするからね。はい、みんな怖がってたんですよ。はい、で中学出てね、1年半か2年ぐらいブラブラしてたらしいんですよ。はい、もう親が見かねて、はい、知り合いの知り合いに、まあ、ヤクザがいてると、はい、その人のところに預けたわけなんですよ。はい、まあ、その人間の射程になって、はい、A さんはね、はい、でそこの家に寝泊まりするんですよ。まあ、部屋住みみたいなもんですね。はい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 、そしたら今度そこの兄貴分のね、はい、兄貴分の姉さんをレイプするんですよ。はい、そしたらこれも言わないんですよ、兄貴分に。なるほど、大変なことになるじゃないですか。はい、それで姉さんに50万口止め料で出せって言うんですよ。レイプしたのに。レイプしたのに。はい、そうすると兄貴に言うぞと。はい、金田さんな、兄貴に言うぞと。はい、体の関係があるって言うぞと。はい、俺は誘われたって言うとかね。はい、いう感じで言うらしいんですよ。はい、50万取ってるんですよ。はい、そのまま A 飛んだんですよ。はい、そっから。はい、それで後日、はい、振り込めとね、その姉さんに今度金を。はい、そうせんと兄貴に言うぞと。はい、また言うんですよ。はい、それで10万振り込んできたらしいんですよ。はい、もっと大きい金額言ってたみたいですけど、10万だけ振り込んできたらしいんですよ。はい、それがバレたんですよ、その兄貴分に。お金のことか何かでバレていって、追及されて姉さんが、はい、言ったんですよ。はい、こういうの脅されてたと。はい、そっから A 探されるんですよ。そうですよね。はい、はい、で、A、実家に帰ったとこバチンって捕まるんですよ。はい、その兄貴分に。はい、で、ガッチガチに焼き掘り込まれてね。はい、右足か何かが曲がらないんですよ。だから座る時も、はい、油かけないんですよ。はい、足を伸ばしたまましか座れないようにされたんですよ。はい、それだけども懲りないから、この A はね、はい、今度その後輩とか、はい、その不良仲間集めてね、はい、お金持ち、同級生のお金持ちの家、はい、ピンポン鳴らして行かすんですよ。はい、で、何々君のことでちょっと相談ありますって言って、はい、家に入るんですよ。はい、レイプさすんですよ。はい、もう40、50とかのお母さんですよ。はい、レイプさすんですよ。はい、でそれを昔のボロいカメラで写真撮ってね、はい、
3人ぐらいで回すんですよ、はい、もうおばちゃんをね、はい、で脅すんですよ、バラマクドとかね、はい、でもお母さんもやっぱりさすがに息子の同級生にレイプされたと警察に行ったりとか、その一人相談されてなかなかできないじゃないですか、はいはいはい、写真も撮られてるし、はい、それでお金儲けしていくんですよ。なるほど。何件も行くんですよ、はい、まあ、そうこうしてたら兄貴分が処分されたんですよ、はい、それが耳に入るんですよ、はい、そしたらもうただのお兄ちゃんじゃないですか、はい、肩気になったから。そうですよね。でも自分は足を不自にされてるんですよ、はい、その根に持ってることがあるから、はい、今度6人ぐらいで兄貴分を襲うんですよ、はい、その兄貴分両目潰されてるんだからね、A、すごいですね。 A やばいでしょ。やばいですね。両目くり抜かれてるんですよ。くり抜きですか。はい。その時に兄貴分のお父さんが誰かがいてたらしいんですよ、はい、そのお父さんにも手かけたか何かとかで事件になって、はい、A 懲役7年行くんですよ、事件になって。はい。そこで岡山のある組の、はい、山口組のある組の人間と出会うんですよ。はい。そのままその人間の射程になって、はい、役立つんですよ、今度山口組で。はい。山口組で役立したら今度自分はもともと福岡の出身なんで、はい、福岡とか岡山とか東京でそういうレイプ集団みたいなのを作ってね、自分が、はい、岡山遠征行ったり福岡に遠征行ったりとか、はい、土地勘もあるし、あご金持ってるとか、はい、レイプして写真撮って金を取るんですよ。はい。後から金取るんですよ。なるほど。はい。自分はどこどこの誰やまでも名乗らすんですよ。はい。だから友達やと、息子さんの。はい。でも息子さんにこんなことされたから、その仕返しにお母さんにこんなことしますみたいなね、はい、ことを言ってレイプさすんですよ、家に入り込んで。はい。写真撮って、はい、で後日脅しに行って金あげて、はい、みたいなことするらしいんですよ。はい。だからその一件が、はい、役立に頼んだわけなんですよ。はい。で福岡の、まあ、泉組の人が出てきたんですよ、はい、この話にね、はい、で A と会うんですよ、はい、だ A はそこで、まあ、詰められるんですよ、はい、役立ことも知らんしね、はい、それで頭下げて示談金として200万取られるんですよ、はい、まだそれを A はずっと根に持つんですよ、はい、だ今度その泉組の人を襲うんですよ、はい、生かすんですよ、自分の手下に、はい、その手下はもう A のことビビりまくってるから何でも言うこと聞くんですよ、はい、10代の頃からみんなそう動くわけなんですよ、はい、いい動きするんですよ、 A からしたらね。なるほど。でその泉組の人襲われるんですよ、はい、ボコボコにされるんですよ、はい、でも A はその場所に行ってなかったんで、はい、目つぶしたりとかそんなことはないんですけど、はい、バットで殴ったりとか、まあ、その程度やられるんですよ、はい、でその家、はい、そのレイプした家、はい、火つけるんですよ、はい。で、まあ、伝承ですよ、その家。はい。でも、犯人上がらずなんですよ。上がらずで上がらずなんですよ。お母さんは結局、警察には言えないから、A のことを。なるほど。だから、A もそんな分かってるんですよ。はい。言えないっていうのも。はい。で、火つけられて、伝承です、家が。一軒家ね。すごいですね。はい。次、また、東京で同じような、レイプ事件が起きるんですよ。はい。それが事件になったんですよ、そこが。はい。で、パクられたんですよ。はい、手下が、はい、でチン殺されて、はい、A パクられて、はい、絶縁処分になって、はい、ヤブラはね、はい、6年か何か勤めるんですよ、はい、6年勤めて帰ってきて、はい、10日後に刺されて死ぬんですよ、はい、刺されたんですか。刺されたんですよ。それは犯人は、あ、まあもちろん上がってます。あ、 A の関係者です。あ、関係者です、はい、そこもお母さんレイプされてたんですよ。なるほど。そこの息子がやったんですよ。でも平和にしたヒーローですね、その子は。そうですね。多分その子がしてないと A はまだ続けてると思う。もちろん続けてると思います、そのこと。そうですよね。じゃあすごく犠牲者がたくさん出てたっていうことですよね。そうですね。まあそういう子たちからしたらもう本当のヒーローだと思います。そうですね。その子は勤めたんですかね、やっぱり。いや、もちろん勤めてます。殺人で懲役行ってるんでね。かわいそうですよね。なんかいろんなことがあったっていう事実がある中。そうですね。だから A は36歳か何かで亡くなってるはずです。もう悪魔ですね。悪魔のような人間です、ね、悪魔の子、悪魔の A ですね。本当にその通りです、ね、人助け
てもいいけど人助けやってその流れでね自分も犠牲になるっていうこともあるっていうことですからね。そうですね、わかりました。あのこういう怖いお話もあるということで、はい、気をつけていきたいと思います。ポンさん今日もありがとうございました。ポンポンチャンネルでした。チャンネル登録よろしくお願いします。 See you!